心臓です。心臓チャンネル、今日のテーマですが、副甲状腺機能亢進症に行ってみたいと思います。はい、では副甲状腺機能亢進症というのはどういう病気でしょうかね。もうそのまま字の通りですが、副甲状腺のホルモンがですね、異常に分泌されることによって起こる代謝性の疾患ということです。副甲状腺ホルモンの分泌の過剰ということです。代謝性疾患、別名が上皮小体機能亢進症という、まあ、別名もありますが、まあ、副甲状腺機能亢進症の分かりやすいですね。で、副甲状腺の異常を原因とする原発性副甲状腺機能亢進症とですね、カルシウムの代謝の破綻ですねを原因とする二次性の副甲状腺機能亢進症とに分けられるということです。では今日のテーマです。副甲状腺機能亢進症です。ですね、副甲状腺というのはどこにあるかというと、甲状腺がありますね。わかりますかね、甲状腺というのは。喉のところにあるハート型の臓器ですが、この甲状腺の裏側にですね、小さな米粒大の臓器、ホルモンを出す臓器がですね、4つついてるわけですね。人によっては4つではないというのもあるらしいですけどね、4つじゃない人もいるというんですが、まあ大体人、まあ普通の人は4つ、小さい米粒大の上皮小体と。別名呼ばれる副甲状腺ですね、の臓器がありますよと。そこから副甲状腺ホルモンというホルモンを出すと。このホルモンがですね、PTH と呼ばれるホルモンを出していると。で、このホルモン何をするのかということですが、このホルモンですね、体の中のですね、カルシウムの濃度を一定保つということでですね、カルシウムの濃度が下がった場合にですね、カルシウムイオンが下がった場合にですね、骨にこのホルモンが出るとですね、骨に働きかけて骨が溶けるわけですね。溶けてカルシウムを取り出すと。で、体の中のカルシウムの濃度を一定にする。もしくは腎臓ですね。腎臓から排泄されるものをですね、取り戻すと。排泄しないようにというような働きかけをして、カルシウムが出ていかないようにすると。で、カルシウムの濃度をですね、一定に保つために、このホルモンは出てると。そういうような働きをするホルモンが副甲状腺ホルモン。この副甲状腺ホルモンを出しているのが、副甲状腺と呼ばれる小さな米粒大の臓器ということです。はい、次行ってみましょう。副甲状腺機能亢進症の症状ですね。どういうものがあるかということなんですが、初期症状はですね、非常に分かりづらいと。よく分からないと。非常に症状がですね、何が起こっているのか、その本人さんも分からないぐらい症状が分からないというのが最初の方ということですね。で、どういうふうになってくるかというと、軽い時はですね、疲れやすいとかですね、注意散漫とかですね、ぼーっとするとか、そういうようなことから始まってですね、だんだんイライラしてきて、精神症状、うつとかが出てくるんですね。で、うつとかが出てきて、その先どういうふうに進むかというと、吐き気とか、腹痛とかですね、尿路結石とか、こうカルシウムが絡んでるので、尿路結石が出たりするわけですね。さらに進むと、どういうふうになるかというと、体温とか、多尿、それから膵炎、それから血圧の上昇ときて、最終的にどんどんひどくなるとですね、カルシウム、電解質の問題が出てくるので、どうなるかというと、意識障害とか、こういうことが起こってくるということです。はい、次行ってみましょう。ですね、副甲状腺機能亢進症、さっきも種類がいくつかあると言いましたが、まあ、いくつか種類があるのを言っていきますが、まず一つ目ですね、原発性副甲状腺機能亢進症という、副甲状腺自体に問題があると、そこに原発層があるということです。原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺自体のですね、良性腫瘍とか、腺腫、がんですね、悪性腫瘍とか、そういうの、下形成とか、そういうものが原因による副甲状腺からの副甲状腺ホルモンの過剰な分泌が原因ですよということで、まあ、下に治療を書いてますが、外科的に腫瘍を切除するというようなことが、まあ、治療ということで、で症状としてはまあさっきも言ってますが、多尿とかですね、骨密度の低下とかですね、それから膀胱結石、石ができるんですね、そういうような症状が出るということです。はい、次行ってみましょう。ですね、種類2つ目ですが、栄養性のものがあると、栄養性二次性副甲状腺機能亢進症ということで、何なのかというと、カルシウムとですね、リンの摂取の不均衡と、それからビタミン D の不足ということが主な原因ということで起こると、低カルシウム血症が起こるわけですね。低カルシウム血症
に起因するですね、副甲状腺機能を更新しようということで、副甲状腺のホルモン、PTH ですが、PTH の血液中の濃度の上昇、それから骨密度の低下とか、こういうようなことが起こるということです。はい、次行ってみましょう。甲状腺機能亢進症の種類ですね、その3ということで、今度は腎性、腎臓ですね、腎性二次性副甲状腺機能亢進症ということで、腎臓に問題があると、腎臓の病気ですね、慢性腎臓病とかを持っている場合に出るということで、腎臓病があるとどうなるかというと、尿からですね、カルシウムが出ていくわけですね、それとビタミン D の酸性の低下ということが起こってですね、血液中にですね、低カルシウム血症の状態になってですね、それで刺激されるわけですね。副甲状腺が刺激されて、副甲状腺ホルモンが出るということで、副甲状腺機能を亢進症ということで、まあ症状としては多飲とか多尿ですね。それから、まあ、骨密度の低下とか、そういうようなことが起こるということです。で、この腎性の副甲状腺機能亢進症というのはですね、長期透析患者さんですね、透析をずっとやられている患者さんに、非常に多く起こるのがこの腎性副甲状腺機能亢進症ということで、一つは透析ですね、長期透析、それとですね、一番下に書いてますが犬ですね、犬に多発するということです。はい、次行ってみましょう。いいですね、二次性の副甲状腺機能亢進症の一つ、腎性ですね、腎臓に問題がある場合、透析患者さんに多く起こるものということで、さっきも説明していますがですね、甲状腺の裏側にですね、4つ臓器があるわけですね、米粒大の臓器、副甲状腺というところがあって、そこからですね、副甲状腺ホルモンというのが出てるわけですね。ところがですね、腎臓に問題がある透析患者さん、何が起こるかということですが、腎臓がやられるとですね、リンの排出がされにくくなるわけですね。腎臓からリンが排泄されないと、リンの濃度が、血中の濃度が上がると。それからですね、腎臓で作られている活性型ビタミン D というホルモンですね。ビタミン D ですよ。活性型ビタミン D というものが作られなくなるとですね、腸からカルシウムの吸収がまたされにくくなって、血液中のカルシウム濃度が下がるというようなことが起こってですね、それで副甲状腺は上げなきゃいけませんから、当然過剰に反応してですね、副甲状腺ホルモンを出して、高カルシウム血症の方に持ってこようとするわけですね。カルシウム濃度を上げようということ、ということですね。そういうふうな状況の方に持ってこようとしてですね、働くと。これがですね、腎臓に問題がある透析患者さんにですね、多く起こるということです。はい、次行ってみましょう。ですね、ここで大事なことを、さっきもちょっと言いましたが、大事なことを言っておきますがですね、この副甲状腺機能亢進症においてですね、低カルシウム血症、カルシウムが低いわけですね、血液中のカルシウム濃度が低いとですね、上げようとして、この副甲状腺ホルモンというやつが出るわけですね。で、もう大事なとこだけ言います。他のことはもうさっきからずっと説明していることと同じことが書いてるんですが、一番下、よりちょっと上のところですね。大事なことですが、この副甲状腺機能亢進症の場合ですね、この副甲状腺ホルモンが出ていると、どういう状態に持っていってるかというと、常にですね、高カルシウム血症の状態の方に持っていこう、持っていこうとしてるわけですね。要するに常に高カルシウム血症の状態になるということです。もともとは低カルシウム血症があったとしてもですね、この副甲状腺ホルモンが過剰に分泌されて、副甲状腺機能亢進症になった場合はですね、ずーっとカルシウムの濃度が高カルシウム血症の方へと持っていこうと、そういう状況の方に偏っていると。これが一番大事なところですね。これを覚えておくということです。はい、次行ってみましょう。副甲状腺機能亢進症、さまざまなのを見てきましたがですね、原発性のものがありまして、これは腫瘍ですね、それから二次性のもの、栄養性のものと腎性、腎臓に問題がある場合と見てきたわけですが、まだ他にありますよということです。まだ二次性の副甲状腺機能亢進症の原因があると。で、上の方にはさっき言ったことが載ってるので飛ばしますが、下の大事なとこだけ言っていきますが、あと何があるかというと、下に一番下にあるのが短腸症候群、短い腸の症候群。何かというとですね、短腸症候群。手術などでですね、腸とかを切除手術した人ですね。
これ短い腸と書きますが、短腸症候群になるとですね、カルシウム吸収されませんから、また副甲状腺機能亢進症が起こるということです。一つは手術ということです。そしてもう一つ何かと、その前に書いてますが、医薬品です。薬剤、薬ですね。もうこの有名なものが書いてますが、リチウム。リチウムなどは有名ですが、いろんな医薬品がですね、様々な医薬品がですね、副甲状腺機能亢進症を起こしますよということです。では、ここからはいつものように添付文章を見ていきたいと思います。はい、次行ってみましょう。添付文章をまず見ていきます。1枚目ということです。ミコフェノール酸モフェチルという薬です。言いにくいですが、何の薬かというと、何のジャンルかというと、免疫抑制剤です。では、添付文章を見ていきますが、内分泌の副作用のところです。何が出るかということですが、甲状腺機能低下。はい、これ甲状腺機能低下症ですね。橋本病出ますよ。これ関係ないですね。だ一番後ろの方は何が？クッシング症候群。これまだ動画作ってませんが、クッシング症候群というのは副腎機能亢進症という。副腎の病気ですね。副腎機能亢進症が出ますよと。まだ動画作ってませんが、これも関係ない。で、真ん中何があるかというと、副甲状腺、障害というふうに載ってる。あらら、困ったなということですね。副甲状腺の障害は出ますよと書いてるわけですね。副甲状腺の障害にはいろいろあるわけですね。副甲状腺機能、今、亢進症をやってますが、亢進症もありますし、副甲状腺機能低下症もあるわけですね。まあ、両方薬を起こすんですけどね。まあ、機能低下症のはまだやってませんが、今、亢進症の方ですけどね。これ、わからないわけですね。どっちか。副甲状腺障害と、あら、困ったなと。どちらも出るのか、どちら片方か、どれかが出るということで、これは困ったなということで、わからない。わからないがですね、両方、どちらか、一方か、両方出るんでしょうね。まあ、両方出るんでしょうが、こういうふうに、こういう書き方をして載ってるものもあると。まあ、困ったなということで、次行ってみましょう。2枚目の添付文章を見ます。ミコンビ配合錠という薬です。何のジャンルの薬かというと、胆汁排泄型持続性、ATG 受容体ブロッカー、および利尿剤の合剤と。2つ入ってるわけね。利尿剤の合剤ということです。そういう薬です。では、その他の副作用項目欄見ていきますが、どういうのが出るか、まあ、いろんなものが載ってますけどね。インポテンツになりますよとかですね、前動画上げてる耳鳴りになりますよとかですね、それからまだ前上げてるのとしてはですね、一番後ろにです、味覚障害とかですね、あと何ですかね、皮膚エリテマ等ですっていうの載ってますね。これ何かというと、前に全身性エリテマ等です上げましたが、全身性エリテマ等ですって膠原病ですよ。膠原病のあがた、皮膚に限局したあがたがですね、この皮膚エリテマ等です。これも出ますよと。要するに、膠原病にもなりますよと書いてるわけですね。でも、今回関係ないので見ていきますが、今回のありますかね？ありますかね？ありますね。なんて書いてるかと。高カルシウム結晶を伴う副甲状腺障害と。わかりますかね？何枚か前に勉強しましたね。要するに、副甲状腺機能亢進症になると、高カルシウム結晶の方によるわけですね。ということは、これ、この書き方はどういうことかというと、もう一回読みますが、高カルシウム結晶を伴う副甲状腺障害と書いてあるということは、これ何かというと、副甲状腺機能亢進症ということです。わかりますかね？はい、次行ってみましょう。ですが、最後、医薬添付文書をもう一枚見ます。炭酸リチウムという薬です。もう何回か出てきてますが、何の薬かと、ジャンルの薬かというと、双極性障害の治療薬ということで、精神系の薬ということです。では、副作用項目欄見ていきますが、何が載ってるかというと、まあ、上の方には腎臓の病気様々出ますよと、急性腎不全とか、ネフローゼ症候群とか、間質性腎炎とか、まあ、様々な腎臓のトラブルが出ますよと書いてますが、まあ、これも、まあ、前も動画上げてますけどね、ネフローゼ症候群とかも全部上げてますが、まあ、これは今回関係ないので飛ばしまして、真ん中には何があるかというと、甲状腺機能低下症とかですね、甲状腺炎ですね。これも前動画上げてますけどね。これもまあ今回は関係ないと。で、飛ばしまして、一番下何が書いてあるかというと、もうそのまんまですが、今回のテーマ、副甲状腺機能亢進症が出ますよと。副甲状腺機能亢進症が現れることがあるのでと。現れた場合には血清のカルシウム濃度などを適切に検査してですね、異常があった場合には投与を中止して適切な処置を行うことと。こういうふうに書かれてあるわけです。はい。
こういうふうにですね、原因をさまざま見てきましたがですね、原発性という主要ですね、良性と悪性の主要のもの、それから二次性のもので栄養性のものとか、腎臓に問題がある場合、腎性のものとあるわけですが、YouTube 上でもですね、お医者さんはここまでしか言わないわけですね。ここから先があるわけですよ、実は。単調症候群などのですね、二次性の手術が原因のものとか、そして二次性の医薬品が原因の薬剤性の副甲状腺機能亢進症というのがこうやってあるわけですね。で、添付文章見てきましたが、ややこしい書き方をしていると。副甲状腺、障害とかですね、ただそういう書き方したりとか、高カルシウム結晶を伴う副甲状腺障害とか、これもややこしいですよね、分かりづらいと。で、このようにドストレートにですね、副甲状腺機能亢進症とはっきり書かれている有名な薬としては、この炭酸リチウムがあるということです。はい、最後ですが、今回はですね、副甲状腺機能亢進症の原因について解説してみました。ありがとうございました。